皆さんどうもピーマンです。今回ドラゴンクエストビルダーズ実況2回目になりますぞい。前回の実況に続き今回も1章のメルキド編をプレイしていきますぞい。またピリンにお悩みが出てるのでちょっとこちらのクエストやっていこうかな。どこに行く、どこに行く、なんで家の屋根登ってんだ、意味不明だよ。どこ行くの、あんた何がしたいのよ。作りたいよね、作ってくださいよ、ぜひ。せっかく作ったんだから。でも私2人だけじゃ少し人数が足りないような気がするんだ。2人でもいいけどね、ずっと2人がいいけどね。いや怪しい人たちだから多分なってくれないと思うよ。怖くて行きたくないんだけどね。その人は岩山を越えたあたりにいたよ。お願いピーマン、街の仲間を見つけてきて。仲間じゃないけどね、まだ。怪しい人たちに声かけたくないんだけどね。右上にあるコンパスをたどれば目的地までたどり着くことはできるでしょう。わかりました。とりあえずね、まあ二人だけですから。まあ二人だけでもいいんですけどね。いいんですけど、ピリンは二人じゃ嫌だって言うんで、ピリンが嫌だって言うのはしゃあないよね。街の仲間を見つけていこうか。矢印はなんだ?あ、これか。Q のマークが出てるね。こっちの方向に行けばいいかな。いやでも待てよ、今夜だろ?夜出るの嫌だろ、お前これ。いや、あえて夜出ようかな。夜出て、外の世界行っちゃおうよ。行っちゃえ、行っちゃえ。なんかいるんですけど、スライムか。ドラキーいることね?ドラキーいるね。わあ、恐ろしい。ドラキー強いんじゃないの、今のレベルでいけるかな。いけそうに、いける、倒せるかな。ちょっと挑んでみようか。とりあえず、空腹を満たして。ドラキー、カモ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 、レッツゴー、カモカモカモ、どこ行ったあいつ。後ろいる、カモ、あ、弱い、あ、めっちゃ弱い、あ、強いわ。ゴー、あ、次々来る、次々来ないで、やめて、めっちゃ強いんですけど、なんでこいつめっちゃ強いやないけ。わあ、意外に強くてびっくりしたよ。油断したらやられるね。スライムよりかは強いよ。スライムほとんど何もしてこなかったけどね。あれ今なんか後ろついてきてなかった、気のせいか。いや、ついてきてるね。なんじゃお前。あ、わっ、いか、緊急事態、何やら火球が飛んできた、火の玉飛んできた、逃げろ。家どこだっけ、スライム寝てるんですけど、どいて、家どこだっけ、あ、ここだ。え、なに、ちょっとこれ朝にしないとダメだね。すごい HP。ダメだこれ。ダメージ食らっちゃったよ。ピリンと一緒寝よう。何の BGM もないのか、やめてくれよ。あ、寝てるね、ピリン。襲っちゃおうかな。襲っちゃっていいかな、やめとこう。やめとこう。とりあえず普通に寝るわ。これ寝るのどうすればいいの?初めて寝るからわかんねえや。ここで丸ボタン押せばいいのかな?あれ、全然寝るっていう選択肢が出てこないんだけど。話すってなんだ?うん。あ、起きた、早いね。すぐ起きたね。さっき思いっきり寝てたじゃん、あんた。うん。いや、それはわかってるよ。うん。いや、それは分かってる。寝さして。いや、あ、またすぐ寝た。寝るの早いね。伸びたかな?伸びた以上に早いじゃねえか、お前。0点数秒だよね。あれ、これどうやって寝るの?寝方が分からない。話すしか選択肢出てこないよね。寝さして?寝たいんですけど、ね。寝る方法を誰か教えてください。話すしかないよ。あれ、普通出てくるはずなんだけどね。あ、破壊しちゃった。死んでる何が起こった今。死んでるんですけど。今死んだよね。どこに行くの今完全死体になってたよね。何も動かなかったよ。え、これどうやって寝るの?とりあえずベッドセットしておかないと。はい、オッケー。で、はい、セット。よし。これでオッケーだ。ピリ、また眠りに来て。寝方がわかんねえ。何の選択肢も出てこないのか。あ、寝るってあるわ。え、寝るってあるわ。あ、よし。話す。いや、違うんだよ。寝るってあったの?ピリンと話すっていう選択肢は出てくる。寝るっていう選択肢はどこ?あ、あった?今出てきた?いや、話すってなるんだよな。あ、ベッドが近すぎるのか。そういうことだね。でも隣で寝たいしな。話すっていう選択肢が出てこないよ。これちょっと破壊しよう。オッケー。あんたあんな大きな声、音立てたのまだ寝てんのか。いや、寝るためにはちょっとベッド離さないとダメだね。よし、これでオッケー。一緒に寝たかったんですけどね。あれ?それでもだよ。あれ?なんで出てこねえんだ?選択肢。あ、よし、これで OK だ。はあ、ようやく寝れたよ。寝方がわからないって論外だろ、みんな。なんか途中ピリン死ぬし、意味不明だろ。完全目見開いて死んでたぞ、今。よし、これで朝になったんで外に出よう。まだ寝てんのか。あ、起きたね。よっしゃ。
さーて、じゃあクエスト達成していかないとね。岩の山を越えたあたりに怪しい人たちがいた。そんな怪しい人たちに声かけたくないんだけどね。これこれ、白い花取っておかないとね、これで傷薬が作れるわけだ。念のためにね。まあ、でもこの辺まだスライムドラキしかいないでしょ。まあ、なんか夜になったら強い魔物いたけどね、なんか火入ってきた。何かわかんない。あれ結局正体何かわかんねえんだよな。気になるとこではあるけど、一発ですごいダメージ食らったからさ。あ、キメラがいる！キメラだったのか？いかんいかんいかん。絶対勝てない。今の段階で多分魔法でやられるわ。絶対ね。俺わかるから、そういうことわかるから。そういうことわかってきた人間だからね。あら無理だ。キメラがいるんだ。無理だった。無理だ。今行かない方がいい。オッケー。とりあえず登って。腹立つな。登れねえや。はい、オッケー。ポン。ポン。岩山、こっちで合ってるんだよね。この上越えていかないとダメかな？とりあえずスライムドラキ以外の魔物に合わないことだね。おおほほほほ。逃げろ。あぶれ、あぶれ、あぶれ。めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる。めっちゃ死にかけてる。スライムどいて、どいて、どいて、どいて。なんだこれ。調べる。焚き火があるぞ。こんなとこの焚き火っておかしくない？うん。この先に誰かいるのだろうか。あれ、コンパク。あ、また。あ、ノー、待て待て待て。キムラ待て、ストップ。え？水の中落ちたらアウト？嘘？あ、そういうこと？あ、これビレナ、水の中潜れないの？そこはちょっとマインクラフトと違うとこなんだね。いや、ここ逃げないと、逃げないと、キムラ無理、キムラ無理、死ぬ。殺す気できとんな、こいつ。とりあえず、こっちまたマーカーが表示されたから、こっちに行こう。ノー、すごい勢いできてんだけど、いい加減諦めろよ。全然諦めてくれねえな。あれ？マーカーどっち刺してんだ？こっちで合ってる？角度的にもうこっちは海しかないぞ。どけ！バカ野郎、スライムなら倒してやる。HB ピンチ、エイル、ロッコツさんです。帰れ、バカタレ。あ！なんかあるこれ。ここ家あるよ。ミニハウスあるよ。読む。読む気が起きない。読めよ。それは読めるだろう。読む気置かないってどういうことだよ。読めないのならわからんこともないけどね。読む気が起きない。読んでくれよ、そこは。傷薬作っておかないとこれまずいわ。よしよしよし。キメラがいるのはまずいな。めっちゃ強いしね、ほんで。水の中、海は潜れないんだね。いや、多分これ潜れるようになると思うんだけどね。なんか船とか必要になるんじゃないかな。それ後々出てくるかな。水の中潜れないっていうのはちょっと悲しいけどね。しゃあ、まだこの先行かないとダメだわ。こっちで合ってんの？角度的に完全海の方向を指してるけどね、コンパスは。こっちで合ってる？おおおお。あ、いたいたいた！おい、誰か！ようやく見つけたよ！なに、おい、誰かって。これ、家？あれ？これ完全、塞がってるじゃないですか。家になってないよ。バカじゃねえの、こいつ。中に誰かいるね。破壊しよう。誰がいるの？話す。うん。おるよ。はは！あ、魔物にいたずらされて土の中に閉じ込められたら、そらそうでしょうね。自分で閉じこもったらただのバカだからね。うん。我が輩をここから出してくれ。出してやるよ。L ボタンもしくは R ボタンで押すことで、攻撃を上下に向けることができます。うまく周りの土を取り除き、土の中にいる人を助けるのです。わかりました。ほら、ほら。これ攻撃しちゃダメなんだよね。よし。もう出れるだろ、お前。出ろや。何してんだよ。まだおっさん出れねえのかい。はい。はい。おっさんもう出れるだろ、おっさん。めんどくせえな、お前。全部破壊しろってか？そういうことを融通きかんな、お前。助けんぞ。よし。全部破壊したよ。オッケー。おっさん大丈夫か？ドア、そんな笑うことかな？閉じ込められたのがそんな嬉しかったのか？とぼけたからお前ぶち殺すぞ。海に落とすぞ。すげえ暴言吐いたな、今。おお、いや、いいよ、いいよ、いいよ。早速仲間見つけたよ。いや、そんな顔してないけどね。そんな顔してるのか。めっちゃ切れてるじゃないですか。眉間にシワ寄せてるよ。なんちゅう性格してる。断られても来るって、お前ぶち殺すぞ。来んじゃねえよ。断られたら来んなよ。我が輩はロロンド。幻の書物と呼ばれたメルキド、6を持つ男だ。
うん、よろしく頼む。よろしく頼むよ。あい、ロロンドが仲間になりましたよ。これ後ろついてくんのかな。ついてきてるね。これでも途中でさ、キメラとかあったら大変だよね。とりあえずこいつを町まで連れて行かないと。こら底辺だ、みんな初めての仲間。ああ、ドラキーとかめっちゃ、ドラキーめっちゃいる。何このドラキーの出現率、おかしくない？夜になったら強い魔物がたくさん出てくるからね。でもドラキーは攻撃的じゃないから助かるわ。あの、近寄っても攻撃してこない。キメラとか攻撃してくんだよね。スライムも攻撃してこないからね。これ見て、スライム多分攻撃してこないでしょ、これ。うん、ここ、来ない来ない。平和的。平和、すごく平和的モンスターだよ。ただ、キメラの場合は攻撃してくるから、そこがね、厄介なんだよ。あいつ合わないように行かないとね、現在のレベルだと無理だろ、これ。強さだとね、武器もないし、ヒノキの棒だしね。とりあえず街に戻ろう。おっと、なんだこれは？畑的なものがあるぞ。いや、畑違う。なにこれ？なにこれ？気になる。こんなんあったんだ。読む。うん。誓いの記録と書かれた古い看板が立っている。長い式のようだ。看板の文字を読みますか？いや、読みましょうよ。ガンダル。ほう。様々な場所にこれを建てたというわけで。またどっかで見つけることもあるかもしれないね。ここに全部残していけよな。頼むよ。一回一回めんどくさくない？まあ、とりあえず、あ、見えてるね。あそこ戻りましょう。外から見るとあんな感じだったんだね。全然街と言えないけどね。まあ、これから作っていくんだ。あ、また見てよ。ピリンが高いとこ登ってる。あの子高いとこ好きなんだね。なんであんな高いとこ登ろうとするの？よっしゃ、ピリン見つけてきたよ。あ、オッケー。うん。いや、めっちゃ変なおっさんだけどな。そんなこと言ってんの？ピーマンひどいやつだな。ひどすぎる。ヒゲ重要？まあ、確かにね、賢い人ってヒゲ生やしてるからね。学者とかね。OK。命の木の実クエストコンプリート。あまりこのクエストクリアしたくなかったね。こんなやつ仲間いらねえわ。これで3人ですよ。うわ、やった。すごいテンション上がってるけどね。ちょっとロロンドン話しかけてみようか。テンションおかしいでしょ。そんなテンション上がる？全然素晴らしい街でも何でもないけどね。街って言えないよね。OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。また新たな住人が来ましたね。ロロンド。正直こんなキャラクターなら仲間にしたくなかったと思ってるピーマンもいるんですけど、まあそこところは別にいいでしょう。次回の実況ではまたこれロロンドのクエストがありますから、こちらのクエストをプレイしていきたいと思いますのでね。次回実況3回目もお楽しみに。今回はいろいろとパニックでしたね。またロロンドも、なんなのこの街の住人っていうか、この世界の住人みんな高いとこ大好きなんだね。登らないで怖いから不安になるからね。落ちたら大変だからね。次回実況3回目もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。